メアリー・ケイ・バーグマンはアメリカ合衆国の女性声優。夫は俳優、声優のリーノ・アンドレード。ロサンゼルス生まれ。両親はユダヤ系だが、彼女はローマ・カトリックを信仰していた。小学校から高校まで主席で卒業し、カリフォルニア大学ロサンゼルス校に入学。そこで舞台芸術を専攻し、3年時に、 自主演劇の配役を得たことをきっかけに大学を中退する。大学中退後、演技指導者のハリー・マストロジョージに指示。その後、400本以上のコマーシャル、アニメに出演。そして1989年、ディズニーの白雪姫の声に、アドリアナ・カセロッティの公認として抜擢される。その後、数々のディズニー映画に脇役ながら出演し、 1999年に死去するまでそれらの地位を不動のものとし、白雪姫の声を演じ続ける。1996年、トレイ・パーカーとマットストーン原作の短編アニメ、スピリット・オブ・クリスマスに基づいたパイロット版を制作するにあたり、バーグマンが女性キャラクターの声に抜擢された。それがアニメ、サウス・パークである。1997年、サウス・パークは、 テレビアニメとしてコメディセントラルで本放映される。本作でバーグマンは幅広い聖域を生かし、ほとんどの全女性キャラクターを彼女一人で担当して演じた。放送初回から彼女の名は、シャネン・キャシリと実名を伏せてクレジットされる。それには彼女自身の名前を伏せることにより、自分を解放し、再発見したいという思いが込められていた。その後、サウスパークは、 予想を超える莫大な人気を博す。そして、社年、キャッシュリー自体の人気も高まり、制作側が本当の事実を視聴者に伝える時が来たと感じたため、第二シーズンの途中から実名がクレジットされるようになる。サウスパークで彼女の担当する女性キャラクターは、子供からお年寄りまでバラエティに富んだ、多したような声で、それぞれのキャラクターの個性や性格を作ることに、 貢献した。1999年に映画サウスパーク無修正映画版が公開。その中で彼女は16の異なる声を演じ、挿入歌ブレイムカナダではシーラ・ブロフロフスキーをはじめとする異なる球の女性キャラクターの声でほぼ全パート歌う。彼女が歌ったブレイムカナダはアカデミー歌曲賞にバーグマン自身はシーラ・ブロフロフスキー役として アニー賞にノミネートされる。バーグマンの破壊九1999年11月11日、バーグマンはラジオにてディズニーランド45周年アニバーサリーのトークショーに出演。その日の晩、夫のディーノと友人のジョンベルに当てて2通のメモを残し、ピストルで頭を打ち、自らの命を絶った。38歳を打つ。メモには、もはや恐怖感をどうすることもできないとあった。 生前、彼女は思い打つに悩まされていた。彼女のウェブサイトは、訪問客が彼女の業績を忍び、しばらくの間ゲストブックとなった。現在、元のサイトは、生前のままに復元されている。彼女の没後6日後の1999年11月17日放送の、宇宙戦士。腹ペコ、マービンの冒頭で、黒バック、白文字で、インメモリー。 メアリー・ケイ・バーグマンと追悼文が出る。そして、このエピソードには、レギュラーの女性キャラが一人も喋らなかった。彼女のサウスパークでの最後の出演は、1999年12月1日放送のミスター・ハンキーのクリスマスでしょうであり、番組の終盤に流れた挿入歌、ハブ・ユア・セルフ・エーメリー・リトル・クリスマスでは、彼女が担当してきた女性キャラクターたちの映像を、 流すことによって、制作側はワーグマンへの追悼を表した。サウスパークにおける女性キャラクターの彼女の公認は、エリザ・シャイダー。シーラ・ブロフロフスキーの公認は、モナ・マーシャル。彼女の没後、自殺を防ぐ、活動のために、メアリ系バーグマン記念基金が創設される。公式サイト内出演作品。ありがとうございます。